どうも、紅生姜の稲田美希です。熊本プロレスです。女子マラソン大会の季節やで、最後になったら拍手で迎えられるやつはずいからちょっとだけ頑張りやー。ああ、いいですね。いいですね。あれはずいよね。あれバレだるいんでね、お前。マジであれ、もう。でも、頑張られんかったらどうしたらいいの？それ最後。もう棄権した方がいい。途中で。もうあれ一番最悪やから。棄権できるの？小学校って。途中で。いや、足切りないやんだって。足切り、もう足くじいたとかな、コース間違えたとか。コース間違えた。なんかして。ほんまにあんな情けないやつないから、ね、あれね。はい、それか、なんかもう集団で、もうまとまって最後、ゴールするか。もう一人でゴールしたらもう終わりやから。経験あり？ありもあり、毎年毎年。待って一年ほんま、運動会とかもそうやけどさ。運動会はまだ100メートルとかやから、まあまだな。100メートル？ 100メートル？ 100メートル走とかやから、なんか。一番、まあ、最後でもさ、拍手も短い。結構走ったな、100メートル、うん、あったそんな走ったこと。あ、ごめん、50か。基本50か、ごめん、50メートル走か。100なんかもうやばい、多分。50メートル走とかでも、あんまり遅すぎて、はいはい、50メートルってさ、もう短いしさ、みんなそんな差つかんからさ、そんな拍手とかないねんけど、うんうん、私もう遅すぎて拍手できる間与えてもうたから、その。その最後、ドベにしても。ドベ、イサイサ聞いた、ドベ。嫌な単語よな、ドベ。ダクオン全、だから一緒デーブーも一緒だけどさ、ダクオン全部入れるのなんだよな、ドベ。ドベのデーブ。なんでマジで。あんた毎回拍手されてるわけは絶対明るいよな、お前。あれめっちゃ嫌じゃない、だって。めっちゃ嫌やで、あれ。ちょ、絶対経験あるわ。そんなよ、その。遅いねとか言ってくれた方が、なんかいいねんけど。そうそう短い、ちょっと肩だけ細く、細めて。親もおるからさ、マラソン大会になるとか。大会におる？マラソン大会とか見に来るで、やっぱ。え？すごいな。そうよ。拍手しましょうみたいに言うやろ。お母さん。お母さん、みんな先生とかが、先生がみんな拍手で迎えてあげて。いらんこと言うな。いらんこと言うな。もう、それ、おのおの散ってくれた、ね。そうだ、確かに。散ってくれた方がいいわ。それでは始めていきましょう。紅生姜は好き好き。いや、映画みたいは広すぎる。なんか。それぐらいの、ほんまにでも、うん、だってね、廃家、まあ、いい家とかなんですけど、なんか、うん、ちゃんといい家なことあるんやっていうのは。うんうんうん、スタッフさんとかは、LINE は交換するんじゃないかと思いました。っていうのは結構、まあ、そう。だってそれ、そうや、だってさ、うん、付き合ってなかったやん。うん。一旦連絡先交換までやったやんか。うん。で、しかもお二人とも、お二人おって。うん。一人やったらまだあれですけど、二人おって選択肢めっちゃあって、うん、結構ないろんなね、パターンがあったと思うんですけど、うん。まさか二人とも、いろんなパターンあったかな。そう、なんか。一人だけ LINE 交換、二人 LINE 交換する。うん。いや、すごい、すごいなと思いましたね。いや、終わってから二人とも残ってくれ、聞いてくれてね。うん。それが一番怖かった、本当に。なんか。ね、人の手土産持ってき、ね、手土産を持っていただいて、来ていただいて。こちらもね、できる限りのね、そのグッズ。2しかないよ。いや、そうか、と思ってね。だからまあ、だから今年はだからまあもうね、一旦ゼロから、また、まあ、婚活というかその普通に恋愛をスタートするということですけれども。そうやね、やっぱ、身内もさ、LINE 来るわけや、その W 優勝後からも。うん、まあこれラジオ聞いてはないと思うけど、おばとかも、うん、ほんま何年ぶりかになんか LINE、その優勝おめでとうでトロフィーの絵文字、はいはいはい、次は結婚やなでトロフィー。何このトロフィー、その同じ感じか。まあまあ結構まだゴールとしてるから。でもそれはあれちゃう、そのなんかまあ古い考えというよりは稲田さんがあまりにも言ってるからっていうのもあるんちゃう。ああ、メディアでも言ってるしっていうこと、っていうことちゃう、そのうん、はいはいはい、ね、おじいちゃんおばあちゃんぐらいの人が言うやつっていうよりはね。ああそういうことね、そっちで。でしかもさすがにでもほんまに実際ねそうなわけですし、うん、ああいや全然結婚したいしな、分かってんねんけど。そうでお母さんは前も言ったけど、そのもう俳優じゃなくて芸人漫才師でもいいと思うよっていう。ああそうか、そう言ってやな。いやこれお母さんそれめっちゃ意外やねんな、うん、そのなんか芸人あかんって言いそうなタイプかなと思ってて。うん、そう分かんで。そうろ、じゃあね、それがその後の LINE がニューヨークさんのファンですってなって、これ続きで、お母さん、うん、これ続き書いてニューヨークさんのファンになりました。めっちゃお母さんってほんまに芸能人何にも興味ないね、基本的に、うん、前も言ったけど大谷翔平だけハマってんて。
それどこで、野球好きじゃないんでしょ。野球好きじゃない、別に普通普通見るだけ、なんかタオルかなんかカッターとか言って、うん、大谷の、うん、大谷以来やねん。え、大谷さん、え、次ニューヨークってこと。ニューヨークさん、ニューヨークさんってこと、お前、うんうん、初めてその芸能人の名前。え、それ W のあれで見てとかってこと、うん、その裏配信で。いや、裏配信は絶対知らんと思う。え、だってそのフールやろ、だってフールはニューヨークさんのさ、そのネタの雰囲気とかってさ、うん、そのなんかそれこそお前お母さんとかそんな好きなタイプじゃないんだなと思ったけど、ねえ、この間3日の夜かな、普通にお母さんからニューヨークさん大丈夫ですかみたいな、うん、ニューヨークさん元気ですかって来て、うん、でなんかそういえばライブ休んではるかもとかは思ってんけど、うん、一応なんかあったんだし送って、うん、何をそれ聞いてくるんかなと思ったから、いやいや、なんもないですけどって来たから、私一応、あ、ライブ休んでるみたいやねみたいな、うん、来たら体調悪いんですかみたいなこと来たから、お母さんもしかしてやけど X 始めてるかもっていう私の中でね。なるほどね、その情報だってこれニュースになってないもんな。ニュースにこれニュークさんの体調不良ニュースにはなってないねん。なるほどね、来園をなんかで見てんねん、多分多分やけどっていうので初めてわ X やってるかもって思って、わあ、じゃあ見出したんやな。いや、分からへん、なんかそれがどうしようと思って、で、あしらニューヨークさんのチャンネルとかラジオ出てるやん、30分トークとか、うん、でもあれは多分変なこと言ってないはず。ああ、そうかそうか、そういうのを見いひん前提で喋ってるもんな、基本的には。そう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 、見てないと思ったけど、YouTube は見てるから、基本は掃除系とかばっかりで、うん。けどニューヨークさんにハマったということは多分ニューヨークさんもね、なんか見てると思うね。紅生姜という、なんか。これ今後ほんま危ないよ、ほんまに。いや、X やりだしたらちょっと話変わってくるからな。マジで。確かに、しかもニューヨークさん。意外よね。うん、めっちゃ意外や。だからニューヨークさん、だから、結婚してほしいとか思ってんのかなと思って。やめてくれよと思って。そういう。まあでも、しかも、言うたら嶋佐さん。いや、なぁ、嶋佐さんと私、ほんま。嶋佐さんと。絶対ちゃうやろ。あ、屋敷さんは関西やんな。え、三重。三重か。あ、嶋佐さんは違うな。山梨かなんか。あ、違う、そうだ、うん、関東っぽい。うん、あ、なるほどね。まあ、別にその地域なんかお母さん別に何でもいいし。うん、うん、そうか、いや。で、お父さんは川井ゆずるさんと結婚してほしいと思ってるし、お母さんはもしかしたら嶋佐さんと結婚してほしいと思ってる可能性が。今めっちゃびっくりしてるけど。芸人と結婚してほしいと思う。なあ、うん。ずっと昔から芸能人はあかんでって言ってた二人ともやて。うん。芸能人は完全で、うん、ここで来て芸人と勧められてるね今。でもまあ大谷翔平っていう方もあるもんな。それが一番の親孝行ではあるから。そんなほんまに誰かとなんかロケ車かなんか乗ってる時に、大谷翔平は多分紅翔がどっちが結婚してもめっちゃいいと思うみたいな、叩かれへんと思うとか言って。叩かれるやろ。分かる。誰が言ってたのか、先輩が言っててんな、ほんまに。紅翔がどっちでもありだと思うんだよとか言って。いやいやいや、言いわけないやん。そのさそのなんか、こんなんもうね、ああ、もうスルーとして話するけど、私、スルーとして話した時に、私、うん、もう、大谷翔平の体調崩しまくるよ。そんな。何すんの、そんな。何してくれるご飯もさ。うん、ウーバーイーツでしょ。ウーバーイーツか。で、前、油もんばっか食べて、夜もさ、うん、ごめん、遅なったで、夜11時ぐらいからさ、ご飯作ってさ、夜中1時とかに腹パンパンに刺して。次の日、7時とか6時の起きんちゃうの、あの人ら。うん。起きんし。起きん。いってらっしゃいわ。そう。いや、いってらっしゃいわ。で、私ももうその、あれを、もう、いびきとかももちろん隠しさ、で、途中さ、起きてさ、翔平も起こしてもうてさ、起こしてまうからさ、途中で、寝不足で行って。で、いや、な、熊ある大谷君が見たくないな。で、私腕枕とかしてほしいタイプ。腕ももう、じんじん、じんじんなって。そうよ、生かしてまうからもう最悪よ。トイレも汚いしな、今トイレも今詰まってるから。トイレ詰まってるから。台は外でしてきてよ。ショーはいけるかもしれない。台はあかん、バレたあかんで、ね、このラジオ絶対。いや、何バレにも、何にも、野球側にも、大谷側にも。だって大谷翔平芸能人興味ないって言ってるけど。そうなの。そうどこで言ってるそれ、ほんまかな。いや、でもなんかで言ってるっていうので X で見たね。もう噂も噂や。なんか女優さんとかもほんまそう全然知らんみたいな。あー、分からんな。だからこそ、だからフラットかもしれない。だから、うん、だからこそ芸人とか芸能人とかないから、フラットに見てくれた上でいけるか。その
そう。やめよ、ほんまに。笑われるらしい。全員に怒られたらどうしよう。ゆずるさんも、島津さんも。大谷翔平からも怒られたらどうしよう。でも、それはな、大谷、うん、まあ、翔平、まあ、まあ、島津さんかゆずるさんか、うん、まあ、でも、ちょっと二人でもなんか。三人やったらどれ？え？三人やったら誰と結婚してほしい？アイナーさん。大谷翔平か、ゆずるさんか、島佐さんか。島さんか。うわ、だって結婚式の、まあまあ、司会は多分、熊本さんにお願いするわけだ。わ、なるほどね。うわ、ちょっと待って。三列差変わってくるから。大谷翔平って、だって、絶対まず、あれやもんな。そ、日本と向こうでもあげなあかんもんな。ああ、まあまあまあ、そうやな。多分。そうよな。うわ、でも、島佐さんかな。あ、島、あれ島佐さん。なんでなんで、意外やな。いや、なんか、うん、いや、なんかわからんけど、うん、一番なんか見てみたいという感じかもしれん。ああ、柴田さんと、うん、あ、ゆずさんとかでも毎日喧嘩してるやろ、多分。喧嘩でも怒られるやろな。そう、いや、で、伊沢さんもお互い言い合うって感じやろな。あ、うん、あ、まあ、でも、まあ、大谷翔平。想像がつかへん。想像がつかへん、私、ほんまに。大谷翔平。まあ、だって大谷翔平絶対割り勘ちゃうやんか。いやいやいや、3人とも、3人とも割り勘ちゃうわ、絶対。めちゃくちゃお金持ってるわ。だから柴田さんは1000円だけいいって言うの。いや、柴田さんな、ちょっとだけ、あの、深夜ぐらいにな、このヒコロヒーの誕生日会みたいな時に、ホールのケーキ、せいや買ってきて、うん、私、柴田さんもいたってんけど、うん、深夜に甘いもんめっちゃ食べんねんな。びっくりすんねん。それが、あれ。あ、甘いもんもな、めっちゃ食べるとか。でお酒もめっちゃ飲む。まあまあいい。お酒飲むのはいいじゃないですか。大田翔平でもお酒多分。あ、無理なんかな。飲まへん。いや、体のこと気遣い飲まへん気はするな。体のこと気遣いすぎると嫌やもんな。ストイックだよ、ストイックやとな、ちょっと。まあこっちに寄せるっていうのはありやけど、その、こっち側に引っ張ってまうっていうのもありやけど。熊本さん側に寄せなかね。それは、だからそう。今年分からへんよ、ほんまに私が誰と付き合うか。そう、もうそのまま結婚するみたいな、でも全然いいしな、私も。あ、ゼロ日婚。なるほど、ね、うん、目指してるし。え、でも大田は結婚したらだんじりやってほしいみたいなのあるないよ。それはない。途中から やるみたいなないんか。例えば、結婚して、婿養子として、例えば、婿養子というか、その、入った時に、うん、その地域のやつ一緒にやるみたいな。え、それ全然あるけど、婿養子で来てくれんの？そんな奇跡あんの？いや、来ていらん、来ていらん。大谷美樹でいいよ。大谷美樹でいい。稲田翔平じゃなくていい。全然。来てくれるんだもん、もう。しっくりくるな、稲田翔平も大谷美樹。いや、稲田翔平はちょっとあれなんじゃない？大谷、ゆりえ、熊本翔平。熊本翔平。あ、熊本翔平はまあまあ面白いけど。大谷ゆりえはありやで。もう全然何もさ、違和感ないな、確かに。やばい。じゃあないですからね、皆さん、現実、こんな。こんなしょうもない話していいんですか、この15分も。いや、なんか、あ、それでお見合いが終わったから、一旦な、何するかも、また考えていくからね。まあ、そうですよね。まあ、そうか、そういうことね。うん、熊本さんが動くのか。いや、そうやな、そろそろ動かない、やばいな。私、やっぱこんなブクブク太ってんの、ちゃんと恋愛してないからなんじゃないかという気もしてきて。うん。あ、分かってた、うん、全然分かる。あ、分かってた、うん、分かる、うん、え、そうな、他何か理由ある？いや私は気づいてなかったから、なんでこんなブクブク太ってんのやろって思ってたけど、なんか100って超えへんと思ってたけど、なんか余裕で声出したから、うん、いや超えてんの今。そうやな、なんか戻れる時はあるけど、うん、全然、なんか、前まで99、100とかをさまよってたけど、全然急に103とかになったりするから。ああ。そう、だからちょっと恋愛して痩せるっていうのはありかもしれない、ちょっと。うん。してみるわ。え？やります？幸せになろうよ。やります久々に。あ、私のやつですか。うん。そうですね。お金払わんやつやろうかな、ちょっと。お金払わんでいいやつ。そのなんか、そういう、どこお店行くとかじゃなくて、うん、うん。なんかほんまに、普通に会うっていう感じのやつをやってみようかな。え、普通に会うっていうのはお見合いやりますじゃなくて。ああ、いいですよ。ラジオでやるのはいいですよ。もうその、あんな気まずいことになりたないから。もう中華人としてあんな気まずい瞬間、あれも自分やと思ったらもう、めっちゃ嫌やったよ。自分が受ける側やとしたらもう。はい。こっちはもう個人的に、じゃあ、あの、その、企画としてじゃなくて普通に発表させてもらうかもしれんけど。うん、ああ、わかりました。いいじゃないですか。今年は積極的に行こうかなと。うん、動きます。勝手にしてくれ、ほんと。はい。ということで、月一のコーナーに行きたいと思います。はい、恋って好き好き。皆
皆さんのね恋のお悩み募集しておりまして、私たちがね、友達のように親身になって話を聞こうというコーナーですけども、はい、前回ね、前回じゃないかもしれないですけど、あんこもちさんという方が、うん、あ前回やってると思う、お酒飲めない彼について相談乗ってもらったものです、はいですね、うんうん、あ、ごめんなさい。マッチングアプリで、あ、紅生姜好きだよ、共通点、覚えてます？共通点があって。はい、はい、はい、はい。で、彼女はだから、お酒を飲みたい。うん。でも、いつもデートの後、不完全燃焼で、彼氏はあんま飲まないから。はい、はい。早めに解散して、一人飲みに行ってしまう。どうするんだというのをね、はい、送ってくれたあんこもちさんが、はい、返事くれてます。あ、事後報告、報告。はいはい、結局な、どういうアドバイス、なんか、一緒に行ったらとか。多分、ああ、いや、ちゃうな。一緒に行ったら、私はスナックを勧めたんかな。そうやな、うん。一緒に行けるとこで、うん、相手のその、向こうのマスター、ね、店長とかと喋れたらいいんちゃうみたいな言わせてね。熊本さんなんて言ってたかな、熊本さん絶対。全く思い出せないな。そうですね。私は以前お酒を飲めない彼について相談に乗ってもらったものです。うん、彼に探りを入れたところ、はい、当然のようにラジオは聞いていそうでしたが、以前のメールについて特に話に上がっていないので、バレていないという体で近況報告させてください。はい、ミキ姉さんからアドバイスをいただきスナックに誘ってみましたが、これについてはやんわり断られてしまいました。あららら。かっこスナックは一人で行ってみようと思います。うん、ただ、ミキ姉さんからココスで彼氏を気にせずお酒を飲むという素敵なマインドや、熊ポロさんからの熱い思いをいただき、熊ポロ何言って、熊ポロさん何言って、ちょっと薄いんじゃん、もしかして。熊ポロさん、熱い思い。何も言えてなさそう。あ、2個前ぐらいか、この間はあれやな、なんか彼氏が芸人やったみたいな回は、その芸人誰やみたいなことはずっと言ってるけど、これはもう違うから、熱い思いいただき、熱い思い、仲良くなる第一歩として、お酒を飲みながら W を一緒に見てほしいと誘ってみました。彼は少しでしたが、一緒にお酒を飲みながら大好きな紅生姜の二人の最高の舞台を見届けることができて、本当に幸せな時間を過ごすことができました。すべて紅生姜のお二人のおかげです。これからもこんな感じで何とか頑張っていきたいと思います。また近況報告させてください。とですね。嬉しい。ダブル一緒に見てくれたの。あ、そうやね。確かに確かに。そうか、スナックはやんわり断られるんだ。まあまあまあ。まあ、そう、まあそう、まあ、まあ、でもな。少ないしな、実際ね。まあ好きな雰囲気、うん、苦手な雰囲気あるから、うん、まあ全然それはまあいいことやと思うけど、うん、まだ思い出せないこれ、熱い思い、熱い思い、だって言われた本人が覚えてないってことはもうなんか数だけ言ってたってことでしょ、うん、多分そうだな、何言ったんやったかな、うん、でココスも結局今一旦は行ってないからな、実際でも家で飲むでいいんじゃないの、うん、別にね、うん、いいじゃないですか。ラジオはどうやったんでしょう、バレてないという程度。まあでも聞いてくれてるんちゃう、うん、そこはそのそれを聞いてないふりしてくれてるのかもしれんけど、うんうんうん、いやでもよかった、でもその今いい感じに楽しくまでやってるんやったら全然、ね、あんこもさんよかったよかった、嬉しいな、返事来てますから皆さんありがとうございます。ということで今回のお悩みいきたいと思います。ラジオネームはなしさんですね、はい、32歳会社員かっこ女です、はい、今30歳の会社の後輩から付き合ってほしいとアプローチを受けています。私自身彼に対して印象はよく、付き合いたいという気持ちがあるのですが、一つだけ気がかりなことがあります、はい、彼は昔からワーキングホリデーをしたいという願望があるらしく、はい、そのビザ取得の申請の上限が30歳までだそうです、はいはい、最後のチャンスなので彼自身は挑戦したいそうです、うん、応援したい気持ちは山々ですが、実際に行くとなると彼とは最大で1年ぐらい遠距離になり、なるほど、続く気がしません。過去私は過去の恋愛で日本国内での遠距離恋愛を経験しましたが、長く続きませんでした。まあ、かといって彼にはやりたいことをやってほしいので、ワーキングホリデーを中止してほしいということは言えないですし、そのような気持ちもないです。今彼に返事を待ってもらっている状況ですが、弁償のお二人であればどうされますか。うん。これ返事っていうのは、うん、こっからの関係でどうするかっていうのをちゃんともう一回話し合ってるってことだよね。じゃあ、でも告白されてるんじゃない、普通に。あー、でも彼女も付き合いたいという気持ちはある。うん。はあ、はあ、そっか。うわあ、一年。でも一年って決まってるんですよね。そうやんな。これ一年後じゃあかんもんなのか。そんな冷静に言ってほしくないんかな、これ。確かに。いや、でも、付き合ってから、一年空くんじゃなくて、一年後もう一回話し合いましょうっていう方ね。冷静すぎるか。いや、でもそれ別にいいんじゃない、その意見。それはでもみんな言ってんじゃん、その意見。うん。友達。
あ、確かに、ね、それが嫌だから送ってくれてんじゃん、私らのところにラジオネームなしでさ、それ、うん、で付き合わんと連絡を取り合って、うん、あはあはあ、でしたりすんのはあかんことなのかな、うーん、返事として確かにね、ごめんそのごめん、ちょっとあと一個さ、あの、うん、ワーキングホリデーっていうのはど、うん、どういうニュアンス、普通に海外で働くんじゃないっていう、うん、そう、なんていうの、その、あのやったことないか分からないけど、そこっからもう全然海外行く可能性があるってことなんかな、この、あ、いや、多分このタイプって、うん、その会社にもう一回戻ってこれるんやと思うで、あー、なるほどね、うん、そういうことやと思うで、だから1年、ほんほんほん、うん、そういう制度がある会社に入ってるんじゃない、海外で1年働くみたいな、多分ね、もう今働いてる会社のその海外の部署とかに行くってことやな、うん、多分ね、その海外で急に好きなんかいろんな別いろんなこと やりますよじゃないってことやな、あ、それやったらでも帰ってこうへんもん、ね、そうやな、そうやな、1年っていうのがまた微妙やな、決まってるっていうのが、うん、3年やったら確かにちょっともうってなるけど、0から3年やったら、うん、うん、うん、だから過去にも続いてないとね、うん、ほう、一旦キョンさんは付き合いそうやな、なんとなく、もう私は好きやったらさ付き合ってまうけど、うん、付き合って、うん、でしかもまあこれ1年で多分まだその来週行くとかじゃないでしょ、多分、あ、絶対そうやね、多分4月とかなんかはな、うん、分からんけど、うんうんうん、ってなったらなんかその、ね、楽しめるだけとりあえず楽しんで、うん、やれること全部詰め込んでやって、うん、一旦行ってもらって、ではあ、はあ、それか、そのまだ初々しい時に行ってる方が気持ちが続くんかなと思うねんけど、うん、どうそのさ2年3年付き合った後の1年遠距離の方が、うん、私はなんかもう連絡とか取らんくなるやん、その時期ってまずあんまり頻繁に、やからこそもう気持ちも離れてまうんかなと思うけど、逆に付き合いたてやったらなんかまだウキウキしてるから電話したりとか、うん、あーそうね、そめっちゃ忙しいとかってあれやけど、そうか、今別に連絡はもっと取れるか、で気持ち続くんかなと思うねんけど、これ32歳というのがポイントだと思うねん、女性の、まあまあまあ、うん、でもそこを約束させるのはちゃうもんな、帰ってきてとか、うん、せやな、結婚まだ付き合ってない段階でそれあるもんな、うん、結婚したいんじゃないちゃうんかな、こう悩んでんのは、今私1年棒に振るっちゃうんじゃないのっていう悩みだと思うね、多分、それか、まあこれ彼にとっていいか分からないけど、そのほんまにまだあと3ヶ月ぐらいあるんやったら、うん、ほんまに付き合ってみて、うん、結婚してもいいなと思えるような人なんやったらそこから続けてもいいし、うん、あ、これちょっと1年空いたら無理そうやなって分かるんやったらね、その、はいはいはい、あの、なんとなく分かるじゃないですか、もう多分何回、うん、もういろいろ恋愛してきてたら、もうちょっと結婚と考えられへんし、1年空いたら無理そうやなったら別れてもいい。これもこっちの勝手な話だけど、でもいいんちゃうんと思うけど、それも冷静に言ってるな、熊本さん、冷静に、うん、これ間違えて、冷静に言わへんパターンって、でもそのこれ天使なんかじゃない方法を通んね、熊本さん、これはワーキングホリデー行かんといてくれっていうな、あ、行かんといてくれって言って、ね、行くやつやったら付き合ったりと思う、あ、私はね、あれね、マミリンが行くのよ、それをね、マミリン、あー、なるほどね、うん、いかんといてて、いかへんようなやつやったら私絶対付き合えへん、そもそも、あー、そんな意思をやつと付き合えへん、うん、それ、うん、それどう、どう、その試すのあり、うん、全然あり、全然あり、そんな、ほんま、うん、まだ全然何も始まってないでしょこれ、うん、どうするの、いかんといてて、ほんま断ってさ別れるって、うん、そ、最悪やで、ね、向こうからしたら、その知らんよそんな意思弱いやつ、関係ないやん、多分行きたいと思ってんねよ、強く今んとこ、うん、そんぐらいの気持ちやったという話やから、まあ、うん、まあでも、うん、一緒に行くっていうのはもうありやで、それもありやで、引くかな逆に、早いや、困るから、ゼロからどこかによるけど、じゃあ行かんっていうか、一緒に行かんといてっていうか、うん、一緒に行くっていうの、どっちか言ってほしいな、で石の弱さがどっちも出るから、そんな言ったように、じゃあそんな、全然、じゃあ一緒に行こうやって言ってくれたら、うん、そう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 、それはそれでいい、ね、いいし、いかなかんことかもせんけど、どこかによるな、これが、いかなかんこともあるかもせん、ごめん、どこなんやろこれ、しかも1年やもんな、うん、その
まあでもアメリカとかその辺じゃないの絶対。え、遠距離したことはないんでしたっけ、皆さんは。うん、絶対な続かんと思う。ほんで多分、あ、やべ、どっちもいいかな。海外はちょっと分からへんな。日本やったら、大阪やったらなんか続きそうだと思うね。会いに行けるから。大阪と東京とかやったら、ね、私が東京で大阪の人やったら会いに行ける頻度が私らまだあるやん、うんうん、なんとなくやけど、やったらまだ行けるかなと思って。海外はちょっとあんま分からへんな。まあ時差もあるから、その、そう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 、電話とかみたいな、うん、ちょっと分かれへんけど もあるし、うん、まあそうか。でもそうやな、一回ぐらいしてみたいという気持ちは私はあるけど、遠距離なんか、はい、そのな、確かに遠距離してみたいっていう日本語あんの全然分からへんこの年だって遠距離してみたいいや、なんていうの、それ分からんけど、なんかその近くにおる方がよくない近距離の方がいいと思う。いやいやいや、いや、なんか何もかもしてみたいなという経験としてやけど、ああ、そういうことね。でってことは、じゃあ今田さん、今田さんじゃ稲田さんやめてやろお前、今ちょっと言わんと、稲田さんの今の意見で言うと、うん、ちょっと、まとめんでいいよ、そんなんないから小百科みたいにまとめんでいいからなんでしたっけ、行かんといてっていうか、かんといてっていう、熊本さんの理論で言うと一緒に行くと言ってみれば、でっかいカバン持って行ってみる、うん、ついて行っていいって聞いてみる、うん、で相手の反応、どれぐらいの強い気持ちで言ってくれてるのかを確かめる、うん、いいと思う、うん、どうでしょうか皆さん。あとはまあ、うん、この1年ちょっと楽しんで遊んで、うん、あ、まあね、で1年後ほんまそれやで、お互い気持ち残ってたら付き合う、うん、多分みんなから言われてるのそれやろうなっていうことで、うん、私らは極端なこと言ってますよ、あえてね、うん、言わされてる感覚でいてくださいね皆さん。本当私らは自分の意思というよりかは極端な、こんな意見もありますよというのの、でも皆さんだったらこれ別にやってみてもいいかなと思うところでもね、いかんといてっていう、うん、いかんといてはまず言うな、いかんといてって軽めでいいと思う、いかんといて、うん、言い方はどう、あ、だから軽めでいい、いかんといてって言われたら、ごめん、すごくきつく聞こえてる今、全然軽くないんですけど、それごめん、その軽めがごめんなさいね、いかんといてやとかぐらいが軽めやと思うね、いかんといては、うん、これ私めっちゃ軽い、もうその余地なしやからそれっていかへんっていう方法以外一回やってみてください。他の方もね、お悩み相談お待ちしております、はい、メールアドレス beni@jocr.jp までたくさんのメールお待ちしております。はい、小話に行きたいと思います。はい、行きましょう。では紅生姜は好き好きここまでです。皆さんさよなら。ね、この、年末に私らこうダブル優勝したということで、うん、NSC 生の前でこう、はい、なんかあの MC 武人さんで、はい、なんか NSC さんの質問に答えたりとか、うん、なんかこういろいろね、うん、なんか喋らせてもらうっていう特別授業をやらせてもらったんですけれども、はい、その結構やっぱさ、その真面目な話とかもあったりとかするけど、うんうん、やっぱさ、なんか一応ね、うん、こうなんかあの NSC 在学生やからさ、まあ、尖ってるんじゃないかっていうのがあってさ、はいはいはい、結構なんかあこっちを盛り上げたいなっていう方で、うんうん、結構喋ったらいろいろその真面目なことというよりは、うん、結構なんかボケみたいな感じにして喋ることが結構なんか、はいはい、そっちにで私はもなんか盛り上げたかなと思ってて、で終わってなんかあのその授業のやつのなんか引用リツイートみたいなのがなんかおすすめのところからなんか回ってきて X の方のね、うんうんうん、でその大学生がなんかそれにそれを受けた大学生の授業を受けてくれた大学生の子がそれになんか引用リツイートで感想みたいなの書いてて見てんけど、うん、その今日なんかこう弁償がさんが来て授業してくれましたみたいな、そのほんまに稲田さんはなんかそのほんまに素直にめちゃくちゃおもろくて最高でした、うん、熊本さんは、うん、ほんまに声が出てて、礼儀正しかったです、お前おもろいって言えや。黒帯の寺内です。大西です。毎週火曜夜11時頃から配信中、ラジオ関西ポッドキャスト黒帯のブロンドスポーツ足研究会、ぜひフォローしてください。主に政治経済を中心に取り扱っております。全く違います。基本下世話なお話をしております。よかったら聞いてください。お願いします。